意識に引きこもってる、気づけば、その言われないととか気づかれない、気づかないレベルですね僕は。はい、それ引きこもりだと思ってないです。そうですね、仕事を家でもしてることが多いかもしれないですね、うん、上は T シャツで下はなんか綿素材のものとか柔らかい肌にこう優しい生地感のものを履いて寝ることが多いです、うん、あと腰が悪いんで抱き枕じゃないですか。そうあれ その腰にいいやつとか、あとその妊婦さんとかにいいやつとかあるじゃないですか。ああいうの意外に腰にいいんで、ああいうのを抱いて寝ることが多いですね。